番組はパチスロの究極に迫るべく数々のミッションに挑戦していく番組である。すべてのミッションをクリアできた暁には日本を飛び出し世界制覇を目指す。第一プラザ船橋店は船橋の住宅街に突然現れる清潔感あふれるホール。遊戯に疲れた方は休憩スペースで休めるし、脇の食堂でおばちゃんにも癒してもらえます。一度行ったら病みつきになっちゃうよ。さあ入場です。並びで7番でしたと。さあ、今日は15、16名ぐらいですかね、平日なんですけど、やっぱり前のお客さんは絆でしょうね、おそらく。さあ私はもう決めてました。7番で取れます、余裕で取れます、凱旋です。最近ね、絆も行ってるんですけど引けてないんで、やっぱり凱旋行きます。さあ、凱旋今日もね、ぶっ込んでいきたいと思います。まあ毎回触るたんびにね、ゴッドなのか何なのか、ね、いろいろ引けてます。前回打った時も、ね、高設定っぽい台が、ね、お客さん打ってたんですけど、やめたんで、まあ、それを打った朝一は積もってないんですけど、横目で見ていたいい台に、座ったら、ね、まあ、ゴッドも引いてくれまして、ね、おいおい一番やで。あ、ないか。はい。いや、開始6ゲームのパターンが今日は来たのかと思いましたが、来てませんでした。仮天井の 10% ね、別に取れるんで、割と取れるんで、さあ行きたいと思います。今501ゲーム。ここからですよ。ここから全長走ったら、ね、まんまい出ます。行かない。仮天井、仮天井、まだ分からんぞ、まだ分からんぞ、仮天井刺さってる説。うわー、ないか、さすがに。当たれ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 。厳しい。おお、縫いはさみ。103ゲーム。通常なのかな？通常にはまだいますね。おお。2番。おほー。確定役やろ、これは。頼むよ。あーんだけど中段赤、大丈夫か、レア進か赤なのか。赤でした。まあ確定役いや違いねえんですが。さあ、607ゲーム、投資が27本。 OK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 、 こっからやから100個乗せます。投資が27本でしょ、5個、ミニマム5個よ。 OK、 もういいよ、駆け抜けね。はい、しゃーない。はい、煽りゼロということで、駆け抜け。まあ、逆に1個とかより全然あるから行きます。こっからです。ループループね、絶対取ってる、信じて。うわー、寂しい、とても寂しい。さあ、救済ループ、頼むよ。出目はいいけど、出目はいいけどね。うわ、なさそう、つらい。あ、
高菜駆け抜けで単発地獄。どうした、引きどうした、うわしんど、ほーらやったらあかんやつです。数字やめて、数字やめて、石かいけんのか、一戦よく88。わかりません。やりました。これで9セットまでですか。やりました。もう一発ゴッド引き欲しいな。
く。さあ乗せたぞ。ああ5連までなんだな。しびれる。はい、11セット3333枚と綺麗な数字になりました。多分終わりです。なさそう、はい、あった、イエス、ルーパーストックサンキュー。さあ、ラッキーなストックあった。あ、リプにしてる、熱い、あ、熱くない。ないっすね、この感じは。あー、どう？はい、終了。ふー、12セットありがとう。いやー、爆裂投手の結果7000ゲーム、7100ゲームぐらいっすね。6150枚投手で半分返ってきました。ありがとう。勝ちに来たんですけどね、なんかめちゃくちゃ負けてるんですけど勝ったような気分。当たってくれ、ナイス、オーケー。粘っております。105ゲーム、まだあるのか、まだいけるのか。あともう時間が20時過ぎてるんで、あ、21時ですね、21時過ぎてます。OK、ラストチャンス、来て、来た。これ決めたらかっこいい。いくぞ。ナイスボタン。1個かい。OK、ステゲーム。サンディ取りたいね。よっ、OK、ナイス。取った。さあこれで4000枚見えるぞ。ちょっと枚数も弱かった、しょうがない。まあでも、取れただけマシですね。さあ天国滞在長かったですけど取ってはないかな。なんだ、右上がりか。さあ、ラッキー G ストップ。ちょっと出玉増えましたね。あ、でも変わらないです。マックス枚数が3860枚。はい、ようやく何か。おお、取ってる、マジですか。いやー、なんという粘り腰、天国で頑張ってました。持ってた、あるんかい。いや本当に来なかった。177枚。さあ、うわ、まだゼロ出るかい。
終了。さあこれで、獲得枚数がですねなんと5000枚を超えました。まあちょっとここで減らすんで最終的な枚数5000いかないでしょうが、いや、あ、最高獲得枚数ジャスト5000枚でした。はい、さあ、終わります、終わります。ありがとうございました。まくれてはいませんがかなり頑張りました。はい、実戦が終了しました。お疲れ様でした。真っ暗です。今閉店時間、もう閉店のアナウンス流れてます。10時半過ぎ、今日は8000ゲーム回しました。外戦で、まあちょっともうちょっと回したら正直まくってたんじゃないかとちょっと思いますが、まあね、そんなちょっとわからないですけれども、怒涛のまくりを見せられたんじゃないかなと思います。まあ今日は朝からね凱旋に行ってみましたが、ちょっと絆で、まあ最近ねチャレンジしてるんですけど、まあなかなかこううまくいかず、昨日も満枚出てましたし、まあ今日も、満枚近い台が出てるんで、絶対あるんですけどなぜか座れないと。なのでちょっと今日はフォロワーさんと凱旋並び打ちという感じでやってきましたが、まあ、横のねフォロワーさんがゴッドニャツとか引いている中、私はなんと投資が6000枚を超えるというですね、また久しぶりにあのぶっ込み決めてしまいましたが、あのなくはないかなと思いながら一応打ってたんですけれども、ただそんな強い根拠はなくて、とにかく単発そして、天井ですね、あれさえなければ勝ってたと思いますが、まあまああれがあるのが、しょうがないですね。凱旋は投資が6150枚、回収が4940枚ということで、負けちゃいましたけども、その間で、1200枚ぐらいですかね、はい。まあ6000枚からのマイナス1200枚は相当頑張ったと思うんですが、もう最後のね、まくりでマックス出玉が5000枚ジャストというところまで行きましたんで、なんかこう結局凱旋って回した方がいいというですね、まあ、これは結構フォロワーさんとか、ね、凱旋よく知るユーザーさんも言いますが、凱旋結局回すとですね機械割り通りになったりとか、あんまり負けないんじゃないかっていう、はい、負けましたけど、はい、ということでちょっと惜しかったですけど、凱旋の、ね、素敵なところは見せられたんじゃないかなと思います。なんかもう8000ゲーム回してちょっと勝ったような気分になってますけど、ちょっとまた次回ね満枚のチャレンジしたいなと思いますんで、もう全然テンションなんか上がらない感じになってますけど、めちゃくちゃ今興奮状態でして、ただめちゃくちゃ寒いというそれだけです。はい、というわけで今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またバイバイ。